今ね、もう撮り始めてるんですね。はい、お疲れ様です。今日は、はい、ただいま三曲ぐらです。はい、バスからの角さんです。ドラムさん映った方がいいですか？恥ずかしい。でもちょっと映した方が、はい、福山ナンバーのドラムさん、俺のシャワー待ちでした。シャワー上がるのを待ってくれてました。ありがとうございます。今日ここは、ここアコー市ですか？そうですね、アコーのエネオスウィングに来ました。はい、僕らも燃料も満タンに張って、洗車も、洗車じゃないわ、シャワー終わりました。ここのね、ガソリンスタンド、アコーのエネオスの、こうエネオス、エネフリ、エネフリのガソリンスタンド、店員のお姉さんがめちゃくちゃいいんですよ。うんうん、わかります。もうね、ちょっと小柄な女の子で、もうお風呂入る時も、もう太陽で乾いたばかりのバスマットをくれる。しかもね、ただくれるだけじゃなくて、ちゃんとね、一言言ってくるんで、もう乾かしたばっかりのバスマットどうですか、使わんわけにいかんし。めっちゃいい店員さん。ここの、あの店員さん、多分僕ね、日本一認定していいですか？はい、ね、お願いします。ここアコーのエネフリの、あの小柄な女の子、日本一の店員さんに認定しました。おめでとうございます。パチ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 、勝手に認定しました。多分この子動画見てくれるかどうかわからないんですけど、はい、です。すごい挨拶良かった、良かったです。ありがとうございます。ということで、ドライバーさん、トラックちょっと撮っていいですか？はい、いいですよ。さっきネタがなくて、あれじゃあ、ちょっとドライバーさん、ちょっと紹介してください。あの、これはフォロー車。はい、フォロー車。これはフォローは前までバタバタバタ動くタイプ、はい、動くタイプ、はい、言うたらアコーディオン。アコーディオン、フォロー車です。20球まで。あ、20球目まで来るんです。はい、はい、とりあえず、ほんならちょっと外見からいいですか？はい、はい、ドライバーさん、これバスマーク、なんか僕らのオークランドとちょっとちゃいますね。あ、そうです。これはどこで買ったんですか？会社が。あ、会社が作ってくれたんですか？はいはい、元から。そうです。これもしかして光るんですか？光りません。光りません。あ、逆に。あ、まあ、光りそうに見せかけて光らない。ユニット入れれば光るらしいんですけど。あ、そうなんですか、うん、はいはい、へえ、そうですか。これはこれでいいですね。あ、そうですね。メッキ好きの僕からしたらこれ、はい、でもあれですね、会社のこのライン、カラーリングのラインとピタッと合わせてますね。ピタッと合わせてますね。はい、こんな感じです。スーパーグレートです。あ、ドライバーさん、これ何年乗ってるんですか？これは9ヶ月。あ、9ヶ月、うん、納車して9ヶ月ですか？そうですか。もう9ヶ月前からもうこれウォッシャー液はオプションやったんですか？そうです、ライトのやつ、はい、あ、そうやったんですか、はい、そうですか。スーパーグレートの前何乗っとったんですか？スーパープレート。あ、スーパープレート、うん、V 初期型。あ、 V じゃなくて、初期型。初期型の初期って、もう初期の初期。うん、初期の初期。初期の初期って言ったら、もうスーパーグレート初期の初期って言ったら、ライトが上ですか？ライトはバンパーの。あ、バンパーになった初期。バンパーになった時の初期、うん、それ僕も乗ってました、うん、初期の初期、はい、あの当時吊り下げのミラーと、そうじゃない、ミラーあったけど、吊り下げの初期、うん、のあ、もう僕ももう初期乗りました。はい、はい、初期乗ってました。もうスーパーグレート一途で。そうですね。あ、そうですか、うん、もうスーパーグレートのことなら俺に任せろ。やめてください。そうですか。じゃあちょっとトラック、これ中なんかめっちゃ金火山って言うんですか？こっち飾ってますけど、これ特急、こう特急。ちょっとほんなら外装ちょっと一回点検しましょう。はい、じゃあドライバーさんも説明お願いします。はい、いえいえ。あ、歯止めここ大丈夫ですか？はい、歯止め入れここ大丈夫ですか？大丈夫です。あ、なんかちょっと危なそうな感じします。あ、全然ない。そうですか。そんなこともない。でもここやったら便利ですよね。パッと降りてシャッとできますもんね、はい、ここはなんか名前のやつ。名前です。名前裏返したらもう。あ、裏が、あ、裏が早いです。で、これがホロ車で、はい、あ、このキャッチ僕見たばっかりですよ、この前東北で、あれなんていうんですか、ウィーンって上がるトラック、昨日動画上げたんですよ、うん、そのトラックのドライバーさんもこんな、あ、うん、違う、これちゃうかった、もっと可愛いキャッチャー。これすごいキラキラに磨いてますね。全然全然、まだまだ中途半端です。磨きた、これで中途半端ですか？全然全然、これで中途半端、えぐい。恥ずかしいね。これマフラーゴッツのつけてるじゃないですか。はい、これ会社がつけてくれたんですか？やばいですね、セノプロのダブルよりでかいですよ穴。
ダブルマフラー、ねえ、あ、ほんでアルミタンクももう見える範囲はキラキラ、もう表だけでもキラキラじゃないですか。で、これが長谷川の脚立屋さんのアルミのバンパーですね。ここは長谷川って書いてますもんね。これ僕らよう運んでました。はい、長谷川のバンパーが入ってます。あ、マーカー、これキラキラの激光なんですか。いえ、純正だけど暗いですよ。これ、あ、暗いんですか。暗いです。純正でもこんなキラキラのレンズがあるんですか。へー、そうなんですか。キラキラレンズがついてます。中緑なんですか。黄色。あ、そうなんですか。あ、この色が反射してたんや。この色がですね、ね、うん、あ、これ牛横にロープかけるところあるんは、かけたりするんないです。あ、使うことはないです。ことないです。そうですか。アルミも住友製で結構磨き倒してます。えぐいわ。あれ、これ楽ちんのカバーはなんでこんなんついてるんですか。やっぱりあの泥が入らんためとか。あ、これが、うん、スプリングの中にね。あー、そういうこと。あ、そこまで、もう楽ちんのためだけのカバーですね。楽ちんの愛を感じましたよ。これやっぱり何か前にあったんですか。なんか故障とか。どうなんですかね。そうですか、やっぱりないよりあった方が。あ、ですよね。サビとかが違うんですかね。ですよね、はい、そんな感じで。サンポール入ってます。サンポールで磨いた。サンポールで、はい、そうですか。はい、後ろこんな感じで。これ何のなんかなんですか。これはあの長門積んだ時に、うん、あ、コンセント、あ、うん、後ろなんか電気光るやつぶら下げるための、うん、あ、そうですか。なるほどなるほど。あれですか、マーカーケツは出さへんタイプ。うん、何にもまだ、うん、できてないだけで。あ、そうなんですか、はい、ちょこっと今からはやりたい、ね、今からやっていくんですね、はい、はい、なるほど、うん、今からやっていきます、はい、いや、さっき見とってね、風呂から上がってきて、うん、グレートって書いてるなと思っとったんですよ、うんうん、グレートシール。これはシャルマンとかで売ってるんですか。ターンとかで、ターンで、ターンで売ってます。はい、あ、テールも僕と同じオイランですね。書いてもらったばっかりです。書いてもらったばっかり、もともと純正、3連純正ついてたんですよ。あ、そうやったんですか、うん、それを書いてもらったばっかりなんですか。これなんで書いてくれたんですか。なんか会社でいつも電車子が1位やから書いてあげる。そんなんじゃないですか、ね、そんなんじゃないんですか。まあ書いちゃろう、いいじゃないですか。そうやったんですか、はい、そうですか。ポロシャ、ポロシャってパタパタしないんですか。パーって走った。いや、もう少しはしますね。あ、やっぱりします。ミラー見とってどうですか。ちょっともやもや。見てほしい。そうなんですか。そうですか。いやもうありがとうございます。いい、全然。これ室内ちょっとどんな感じなんですか。男の城みんな大好き男。そうですか、全然大好き、ありがとうございます。ちょっとこうやんちゃな眺めですね。これ僕らつけたら多分煽りボコーっていくタイプですね。はい、です。こんな感じです。すいません、恥ずかしいんです。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。こっちはどうなってるんですか。こっちは普通ですね。はい、こっちです。はい、一緒です。あ、これ Bluetooth のスピーカー。そうです、そうです。はいはいはい、先週、はい、仙台行った時に、はい、ケーズ電機で買ったばかりなんですよ。これ JBL 本物です。これちょっとパッと見ドンキーにも売ってるから。バチモンが、そのドンキーのバチモン僕買ってもらった。はい、こんな感じで金華山張っています。こんな感じです。ところでドライバーさんどこ行くんですか。今からですね、はい、明日着で福岡です。あ、もうとっとと行ってください。とっとと行ってください。ね、ありがとうございました。もうシャワーは？あ、しました。あ、もう出ていくんですか。じゃあ、ほな出ていくしよう。ありがとうございます。じゃあ、気をつけて行ってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ドライバーさんが今から出ていきます。ありがとう。気をつけて。そうや、名前を聞くのを忘れた。はい、福山ナンバーのドライバーさんです。九州まで気をつけて行ってください。じゃあね、バイバーイ、いってらっしゃい。Ah.